皆様こんばんはなりわでございます、えー、先日ね昨日でしたっけ、えー、生涯青春というねお話をさせていただきましたけれども、えー、実はね、えー、そのお出かけした時にねそれを撮っていた動画がうっかりね何かに紛れて私ね削除してしまったんですね、えー、なので再度ね、えー、そのことについてあの カメラをね回させていただいております、えー、実は昨日ね、えー、ちょっとご用があって出かけてそのついでにね、えー、あのララポートの方に出かけていきましたよね、えー、その時に途中であの和菓子屋さんのウィンドウのところにね、えー、9月17日 「敬老の日」というポスターが目に入りましてそのお店の方のね手作りのポスターだったんですねでその下にでっかい文字で、えー、と要するに筆,で、ね、筆文字で「生涯青春」って書いてあったんですね。 えー、そのね、えー、お年寄りの男女のお年寄りの絵が描いてありまして、えー、その横に「えー、経路の日」の文字がありましてその下にね4文字で「えー、生涯青春」という文字を見つけましてね「あら粋なことをなさるわ」と思いましてしばし私ね、えー、そのお店の前にね、えー、立ち尽くしてねあの拝見させていただいておりました。 なんて素敵なキャッチフレジンキャッチフレーズなんだろうと思いましてね、ああ素敵な考えだなと思ったんですね。えー、本当にあのよくよく考えてみますと、青春ってあのなんでしょうあの。 年齢関係ないですよね考えてみましたらね、えー、もう生涯本当に青春だと思うんですよね、えー、私もまだまだねいろいろやりたいことがたくさんありますのでもう今が青春でございますね、えー、なので、えー、どなたも どんな環境下にあったとしても、ね、その方が過ごされている環境の中で自分がこれだけはと思って、ね、頑張っていらっしゃることがあると思うんですよねそういうことをしているとやっぱりすごく若くして楽しいですよねそういったことがやっぱり青春ではないかなと思うんですね はい失礼いたしましたちょっとね、えー、お話ししている最中にちょっと声がね変になりましたのでちょっと一旦止めました、えー、まあ「えー、青春生涯青春」っていう言葉、えー、素敵な言葉ですねほん、えー、あにいつもそうありたいと思っておりますで私もね、えー、これからねまだまだたくさんのことをね、えー、やりたいことがございますので。 そのためにはね健康で元気でいないとそれをお,どお届けすることができませんのでね私の場合ですよ。だけど皆様方はそれぞれの環境下でいろんなね楽しみがあると思いますので私の場合は YouTube をね配信しているということもありましてそういったためにはやはり外をねたくさんで歩くことが多いですね。なので頑張 元気でそしてあの。 足腰鍛えまして若さはね足腰からとか言いますのでね、えー、できるだけいつまでもあの元気にスタスタとね歩いていた,んいたいんですね、えー、それで、えー、いつも自分がやりたいことを楽しいことをね、えー、頑張ってねまあそう適当にですよ頑張って、えー、やも,うもうそれこそ生涯青春でいたいですね。えー、もうちょっと、ね、久ししくその言葉を、ね、忘れておりました でえーまあ、そのポスターをね見かけた時にはあ少しあその 青春という言葉をね思い出しまして、えー、このこともう皆様にねお知らせしたい思いでいっぱいでございましたでその動画を、ねえー、撮ってはいたんですがあちょっと何かに紛れていらないものを消しておりましたらあそれと勘違いしまして削除をしてしまいました申し訳ございません、えー、ですのでね新たにお家の中で撮っておりますので、えー、その時お話しした思いと今とちょっとね温度差は ございますけれどまあ、考えているその前向きな気持ちと言いますか生涯青春、うん、という言葉に対しての、えー、私の思いはそんなに変わってないと思いますね、えー、まあ,あの本当はねその時その時の思いで勢いでね取った方が皆様方にはね、えー、いろんな意味であの思いが伝わると思って私は、えー もう思い立ったら吉日ではないですがその場でね、えー、そのことを取り上げて動画にさせていただいてるんですがあ残念ながら今回はね、えー、ちょっと私ね、えー、削除してしまいましたので、えー、改めてこうやってお話をさせていただきました。皆様今が青青春春ででごございいままますご一緒に、えー、生涯青春を目指して、えー、楽しんでりまして楽んりょうということでなりわでございました。 では。